皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはなぜ教室ビジネスは6割レベルで実行する方がうまくいくのか、そのたった一つの真実とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。私はですね、何かを実行したりとか何かを作り上げる時っていうのは、皆さんにですね、6割レベルでリリースするようにということをお伝えしているんですよね。で、6割レベルっていうと7割よりさらにもうちょっと完成度低い状態なんだけれども、なぜじゃあ6割レベルでいいのかっていうことをまたさらに実感する出来事がですね、あったので、それを含めて共有をしたいなと思って今回の話題を取っておりますので、ぜひそんな観点で聞いていただければというふうに思います。まずですね、そのエピソードがあるわけですよ。どんなエピソードだったかっていうと、先日ですね、京都で、プロフィール写真、私定期的に入れ替えするために写真を撮っているんですけれども、カメラマンに頼んでですね、京都在住のカメラマンです。で、その方も4年ぐらいのお付き合いになるので、着物を着てポートレートを撮りたい時、レンタル着物をお借りして、でそれで撮ってもらうっていうのを定期的にねお願いしていたんですけれども、でその時にその方がいろいろねロケーションハンティング、ロケハンしてくださったりとかして、私の趣旨に合うように写真をどこで撮るかっていうのを考えてくださるわけですよ。で今回はとにかく念願の桜の木の下で写真を撮りたいっていうことで、それでお願いして桜をね探してもらって、運よく天気も晴れていて、でいい感じで写真をね撮ることができたんです。でこれは別に前段の話です。でその方とですね、夜一日撮っていただいたので、お疲れ様ということも兼ねてご飯をね私の方でご馳走したんですよ。で飲みながらですけどね。でその時にいろいろ話をした時に、私も写真を撮る人間なんです。でカメラマンはもちろんですけど撮る方です。で、撮られる側に回った時でも撮る人の気持ちっていうのは、分かっているつもりなんです。分かってるつもりっていうのが、例えば私が仕上げたい世界観とかがあって、その世界観に合うように構図を考えてくれたり、私の立ち位置を決めたりとか、どういう顔が欲しいとか、どういう感じでこの雰囲気では顔を作ってほしいとか、おそらくあるはずなんですよね。で私も当然そのここの場ではこういう感じがいいな、ここをきっとここを切り取ってるんだろうなというのを予想しながらですね、世界観を作りながら撮られてるわけなんですよ。そうすると、夜のその時にね話をした時に思ったのが、カメラマンの人はカメラマンなので、商業カメラマンっていうのは当然、いろんなシーンでそのクライアントさんの意向、例えば広告代理店とかだと広告代理店の主とか、モデルさんとかだとモデルさんが撮ってほしいように勝手に動くのに合わせてシャッターを切るっていうやり方をしなきゃいけないようなケースとかもあって、もちろんそれはそれのお仕事として全然成り立つんですけれども、その方が言っていたことで興味深かったのが、自分がこう撮ろうと思う創作する余地が私とやる場合にはあるっていうふうに言うんですよね。要は私がそんなにガンガン動きませんから、ある程度絵の中でこういう感じで撮ってくださろうとしてるんだなに合わせて、ポーズ作ったり、言われた通りの部分ももちろんあるし、表情とかを作ったりっていうのが私やっていたんですよね。だから撮りやすかったっていうのをすごく言われました。そして撮りやすかったし、あと楽しかったとも言われましたかね。はい、要は自分でその絵を作っている、一緒にその絵を作っている感覚だから、表情の作り込みが上手だったから絵が決まっていくんですよねっていうふうに言われました。でそれができる環境っていうのは、当然私自身も写真を撮ってるからっていうのもあります。
こういうふうにきっとこの光だとこの絵をこういうふうに切り取ってるのかな、じゃあこの時には少しアンニュイな感じ、視線を斜め下にって言われれば桜がここにあるからきっとこういう世界観で撮りたいんだろうなとか、じゃあ少し上を向いてって言ったらきっとパーッと光がこう差してくるから明るい、こう何か未来を見つめるような、そんなイメージがいいのかなって思ってそういう顔をしたりとか、微笑みも結構本当ににっこりって笑う笑顔の時と、少し微笑っていうぐらいの感じとかね、まあ、顔を切り分けたり、まあ、4年ぐらいのお付き合いになるんで、まあ、その辺りのこう呼吸感も合ってるっていうのもあるんですけど、まあ、それで作り上げていってたんですよね。でその時に思ったんですよ。やっぱり誰かと一緒に一つの世界観を作るっていうのは、その人にとっても嬉しいし、参加する人にとっても嬉しいんだっていうことがその時に分かったんです。私もだから例えばモデルさんとかね、上手なんだけれども、自分じゃなくてもいいんじゃないかって、要は撮らされ感みたいなのもあったりとかっていうふうになっちゃう。そのモデルさんが例えばそういうふうに撮ってっていう状態で動くと、でいいタイミングで、そうするともちろんその人である理由っていうのもあるんでしょうけれども、なんていうのかな、自分の創作と意図っていうもので作り上げるっていうものとはちょっと違うっていうのは言ってて、その感覚はねすごくわかるんですよ。私もスタイリングとか生物、動かないものに関してはスタイリングもするし、あと自分が撮られる場合にも自分が世界観を持って、でも今回で言うと衣装で言うね、着物もどういう着物にするのかとか、それに合わせたウィッグ、メイク、まあ今ちょっと色変わっちゃいましたけど、桜色のネイルとか全部その手配とか自分でやっていて、まあ自分でプロデュースはしてるんですけれども、その世界観を見事に一枚の絵に入れてくださるっていうことは、やっぱフォトグラファーとモデルの、まあ撮られる側の信頼関係と、世界を一緒に作っておこう、行こうっていうことで、より良いものが生まれる可能性がありますよね。ここが未完成なものがいいっていう意味合いの大きな事情と理由です。だから6割レベルっていうのは未完成なんですよ。未完成なんだけれども、だからこそいいっていうのが余地があるからです。受け入れる余地があるから。なので、じゃあその余地っていうのがね、まあ、どういうことになってるのかっていうのをまたお話しするんですけど、例えば教室ビジネスにおいて講座をねがっちり作りたがる方とかいらっしゃるんですけれども、私自身もそうなんですが、講座って割と少し余地を残して緩やかに作った方がいいんですよね。どうしても動かせないものはもちろん動かさなくていいんですよ。あと価格とかね、緩やかに作りすぎて何度も変更とかっていうのはありえないので、ある程度きちんと決めるんですけど、その大枠を決めた余地ですね、ゆとりというか空白というか、それを作った状態で、例えばモニター募集をして試してもらったりとか、1回目の1期生のリリースは少し安くして声を聞きながらやるっていうことは、余地があれば直せるんですよね。で、そうすると参加する側も自分も意見を言って一緒にそれを作り込んだみたいな感じがあるから、そういう意味ではその講座自体に愛着も増えたりとか、そうすると口コミにね、つながってみたりとかしていくんですよ。だからガチガチに作りすぎて余地がない、意見の余地もない、変更の余地もない、声を聞き入れる余地もないっていう状態になってしまうと、むしろ売れにくい講座ができちゃうってことなんですね。だから6割でいいと思ってるのは、仕上げはお客様と一緒に仕上げる方がいいと思ってるから6割でいいと思ってるんですよ。なのでよく言ってるのが、これ売れるかどうか自信がありませんとかね、売れる前から言われる方とかいらっしゃるんですけど、出してみたいと分かんないからっていうのが答えなんですよ。で、ただしそもそも売れるかどうか分かんないっていう思い、あんまり熱くない思いで出すんだったら、自信がないものを出すぐらいだったら、もう絶対に売れなきゃおかしいっていうぐらいに自信があるもので外に出してほしいっていうのはお願いして、ブラッシュアップやり直しっていうことはよくお伝えしてるんですけども、ただその時に出す時に10割マックスでもうギッチギチで組み立てると、え？っ
っていうことを言われた時にご本人の心が折れたりとかですね、もう一度作り直しなのっていう残念な気持ちになったりするんですけど、6割ぐらいだったら4割は直す余地があるし、新しいものが入ってくる余地を受け入れるということになるので、そういう意味でもふんわりこうゆとりがあるイメージなんですよね。だからそうすると一緒に作り込んでいく人はやっぱり嬉しいし、ホームページもそうです。ある程度いい感じにはもちろん作らないといけないんですけれども、いい感じに作るんですが、そのいい感じに作る時に、参加する、要は声としてね参加してもらえるような人とのコラボレーションとか一緒に作り上げていくっていう、その過程が良い、より良い相乗効果を生んでいくっていう形になるので、先生の講座もそうです。であとホームページも公開はします。だけれども生徒さんの声とかを入れながらブランドは崩さないようにしつつ修正と変更を繰り返すっていう感じがいいなというふうに思いますね。であと私写真もやってるんですけどね、そのさっき言ったように自分で撮る方です。今度はここもやっぱりスタイリングやるときに余地と空余白と、あと空間処理ですね、これ結構大事で、よくスタイリングの初心者ってめちゃめちゃ空間ギッチギチに物を埋めたがるんですけど、これ結構苦しいんですよ。見てて息ができないみたいな、みたいな感じになってしまうので、余白と空白は粋な感じでわざと残さないと残らないんですよ。だから文字を入れたいと思ったら文字を入れるスペースを最初から取っておかないといけないんですよ。デザインして後でキューキューした狭いところにうっとかって思いながら入れていくっていうのは基本ないです。はい、なのでキューキューしちゃったら良くないですよ。ですから余地をね残すっていうのがとても大事で、その基準として6割が一旦の仕上げでいい。最後を作っていくのはお客様と一緒に作る。そうするとですね、よりいい商品が作れるのはもちろんなんですけど、一体感と連帯感が生まれますので、商品に対する愛着をお客様自身が感じてくれたりする。そうすると売れやすくなります。口コミ効果ももちろんあるし、その方がいい講座だと実感してくれて伝道というか伝えてってくれる可能性も高くなるからです。ですので特にね今回一緒に写真一つの絵を作るっていう観点から撮られていて、それがどういう状態だったのかっていうのを夜打ち合わせというか、反省会というかレビューを含めてね話をした時にカメラマンの方からそういう話をいただいて、あそうだよね、一緒に作っていく感覚って楽しいよねっていうのは思いましたね。カメラマンの方とね半日一緒にっていうのを撮るっていうのをよくやりますけれども、やっぱりここだこの雰囲気だここだとかっていうのをねパッパってかって一緒にね撮っていってやるっていうのはやっぱ一緒に作ってる感覚はすごくありますね。写真とかを見ながらチェックはしますけれどもね、はい、そんなイメージで考えていただけるといいかなというふうに思っております。ということで本日のまとめです。なぜ教室ビジネスは6割レベルの方がうまくいくのか、たった一つの真実とはということの答えなんですけれども、6割レベルの方が余地があるからです。余地というのは人の思いとか考え方とか、よりいいものを作るための余地というものができてくるので、ガチガチに作らない方がいいですよということのおすすめでございました。それでは